その市で映画やテレビ番組の爆破シーンなどの撮影が行われていることを広く PR しようと、スタント体験できるモニターツアーがその市内のオープンスタジオで開かれました。そのロケフェスタは国内のカースタントの草分け的なプロダクション高橋レーシングのオープンスタジオで行われ、およそ30人が参加しました。ロケの聖地として多くのバラエティ番組だとかドラマのですね、撮影をずっと実はこの桂山の地で行われてきたんです。産業として考えながらですね、この裾野という土地をですね、売り込んでいきたいなと。モニターツアーでは参加者が車に乗り込み、迫力満点のカーアクションを体験しました。死ぬかと思いました。怖かった。赤い炎が立ち上がるナパーム爆破を背景にした記念撮影も行われ、参加者たちは間近で繰り広げられるアクションに興奮した様子でした。